どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲もりもり自分で弾けるようになるよ、歌えるようになるよということで日々簡単レッスン公開しております。今日も張り切っていきますよ。今日取り上げたい曲はこちら、ドン、面影、プロデュースドバイバウンディでミレイさん、エメさん、イクラちゃんが歌う、この3人の女性が歌っている後に、バウンディさんもセルフカバーということなんですけど、この曲がです、まあまあちょっと前の紅白歌合戦出たりとか、もう元気もりもりのパワフルソングなんですけど、もうひっくり返るぐらいにですね、かっこいいんですよ。これかっこいいんだけど、このかっこいいバージョンは今日のね、なかなかすごいことになってますけど、このパワーソング届けていきたいと思います。皆さん、この元気曲自分で生み出しましょう。はい、やっていきます。今日は G ラボのガズモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこちら初めてウクレレ使っていきたいと思います。ただいま G ラボウクレレ大好評販売予約受付期間真っ最中、突入中でございます。最強最高のウクレレです。めちゃくちゃいいウクレレですかね。オールハンドメイド、オール単板、もうもじゃ川上氏がもう精魂込めて作られて育っていく最強ウクレレ、はい、ぜひ概要欄チェックしてください。今ねこの G ラボ祭りっていうのやってますからね、10% 対象のね薄レレとかヴィンテージシリーズもぜひチェックしてみてください。あと GGG ガズの、いいこと言ってる、めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本の、予約がスタートになってるんですけど、イベント申し込みがスタートになりました。無料イベントでございます。とにかくこの主婦友から出る、主婦の友者から出るガズさんのいい本の予約と、お時間ある方は5月11日、出版記念イベント来てください。無料ですからね。申し込みのページ概要欄に貼っときます。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さんまでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンなんですけど、なかなか今日この言葉のタイミングっていうかね、もうこれがかっこいいんだけどちょっとコツがいります。裏拍で来るみたいな感じでね、はい、聞き込みでやっていきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、もうびっくりするぐらいかっこいいけど、びっくりするぐらい難しいです。いやーもうガズさんもですね、これはねなかなかね難儀しましたけれども、すごいいいのよね。えじっくりちょっと取り組んでいきたい感じのかっこいいバージョンです。2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めよう。さあ今のところでちょっとお勉強するだけで、これからね自分の手で音楽、大好きな曲を生み出せるわけですから、ぜひ始めてくださいガズレレで。はい、今日のレッスンじゃあ入っていきます。面影、バウンディ、ミレイさん、エメさん、イクラさん、シンプル簡単バージョンの方からやってみる。 1,2,3,4 Feel like living to the floor. Feel like
影ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これめちゃめちゃ元気が出ちゃう曲ですよね。 Feel like, feel like, feel like、 もうめっちゃ踊りたい。 Feel like, feel like, feel like, living and choose the flow。 このノリ大きいの、これ4つ弾きでも体こうゆっくりね揺らしてですね、体でリズムを生み出してやってくださいよ。言葉の中にリズムがたっぷり詰まってるタイプの曲ですから、もうファンキーグルーヴでいきたい感じ。4つ弾きでも歌でそのリズムを表現していきましょうということで、いやーかっこいいくて爽やかですね。この3人の女性のね、ミレイさん、エメさん、イクラさんのね、このコンビネーションもすごいねいいんですよ。あの音源を聞くとですね、その辺もちょっとこうイメージしながらやってみるといいと思うんですけど、今のバージョンはガズレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。どういうアレンジかというと、イントロやって1番をやって、1番のサビやったらもうブリッジパートいってエンディングです。2番のところ結構ボリュームあって、ここも結構すごく面白いんですけど、ここをやるとですね、もうなかなかすごいレッスン動画になってしまって、ひとまずここのバージョン、今やってガズレレバージョンで練習してください。あの2番のところやりたい方、コード進行は一緒ですんで、ちょっと長いバージョンになってですね、まずはこのガズレレバージョンで練習スタートしてみてください。ガズレレの、動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんのシンプル簡単バージョンの演奏に合わせてできるようになったら、これすごいことですよ。今日の曲もなかなか奥深いですからね。はい、練習してもらって一緒にできるようになったという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを乱して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、この曲なんか特に全部覚えるの、コードと歌詞全部覚えるの大変ですからね。はい、だからやっぱ最初は楽譜の練習がいいと思います。楽譜を見て何回も何回も練習して、もういずれ覚えちゃって大空に向かって海に向かって歌うのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあんのよってことだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、はい、見てください。はい、このガズのね、手書きノート、はい、今もう40冊目ですけど、ここに書いた、はい、この手書きノートを見て今演奏していったんです、面影。はい、これなかなかすごい楽譜になってるんですけど、はい、これね、もうちょっとしたら画面にこんな風に映して、みんなもこの通りに書いてね、メモってやってみりゃいいじゃんっていう風にシェアしようと思うんですけど、その前に紹介したのがです、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。でこのガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもねいろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。であとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。面影プロデュースドバイバウンディ、ミレイさんとエメさんとイクラさん、はい、この3人が歌ってるんですけど、バウンディさんのバージョンもかっこいいんですけどね、今回はちょっとこの3人の女性バージョンみたいなイメージでやってみたんですけど、はい、なかなか深い曲でございます。これ楽譜見てもらうと分かるんですけど、ここをくるっと囲ってあって、下に G7G7G7E7 とかこれ書いてあるんです。 FFFG7 下に書いてあるのはかっこいいバージョンでは、このコードの順番ワンブロックコードを4つ弾いていきますよということなんですけど、今日ねかっこいいバージョンでは、ね、もうリズムがねもう強烈なリズムなんですよ。ちょっと覚悟しておいてください。こうやって写しとくので、お時間あるときに一時停止して書き出してください。はい、ですかね。で今紹介させてもらったガズクラブで、今日ガズの 手書きノートを、楽譜手書きノートダウンロードを、デジタルデータでしてもらうのもすごい有効です。今日はね、今日歌のタイミングがなかなか深いんでね、この
このノートのね、この V マークとかめちゃくちゃ役立つんですよ。ちょっとここ3って書いてあるけど、ここ、1、2、3、4、feel like, feel like, feel like, living into the flow, うん、feel like, これ、うんのと急分がこう V マークだったりとかするんですね。お、うん、お、お、お、はい。もう何、これもうがあるんですよ。もう何も見えないふりをしていた。うん。この急符で。これめちゃくちゃリズムがわかります。あと歌詞カードには出てないこの伸ばすところとか、このワンブロックに対する位置関係とかめちゃくちゃヒントが多いんでですね。ぜひガズクラブに入っていただいて、このガズの手書きノートデジタルデータダウンロードもご活用いただければと思うんですけど。お時間の方はこの通りに書いていくといいと思います。はい。コードが結構変わってますからね、この辺もね。はい。一時停止で書いてください。はい、そしてサビ。このサビがね、なんか元気がみなぎっちゃうんだよね。はい、で、1回目のサビをやった後、ここの感想、feel like, like, feel like, って、ね、のイントロと同じとこやって、本来はここから2番に行くんですけど、ここでもうガズレレバージョンでこのブリッジパート、ここがね、またね、なんとも不思議なメロディー、日を浴びて咲き出すような、ここがかっこいいんですよね。これをやって、で、ここはですね、ちょっとコード。本当はこの G シャープ押してるコード、これかっこいいバージョンで使うコードなんですけど、ここがちょっとね、簡単バージョンは D7 でアレンジしてみますし、ちょっとね、違和感ある方、このコード、かっこいいバージョンのコードを練習してみてね。はい、それでこうやってやって、で、この後、サビに戻ります。サビ。はい。僕らは、こう押して、ここがいいんだよね。で、こう2回目のサビ終わったら、もう最後の、feel like, feel like, feel like に行くんですけど、これエンディングのこのね、feel like, feel like はね、コード変わってんですよ、コード進行が。ここがキーポイント。だからここも最後までしっかりコードを確認してくださいね、と。そんな感じのアレンジになってます。はい、じゃあ出てくるコードをちょっと見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはちょっとひとまず隠しといて、これかっこいいバージョンで出てくるコードなんでね。はい、これ今映ってる8個のコードが、入門、今やった簡単バージョンで出てきたコード言ってきます。CAmF、Dm, G7, E7, E7, D7 の8個のコード。今映ってるこの8個のコードは入門コードのグループなんで安心です。これ、よかったね。シンプル簡単バージョンで、これは簡単コードだけでできるよ。これはこれです。はい。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんて超簡単だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つめちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして10個のコードを覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、これ入っていく前にやっぱ歌ね、歌のリズムとタイミング、これがねなかなか難しいというか、もうバウンディさんで、ね、こういうところかっこいいんですよ。歌のね、こう裏で入ってくるところたまらないんですけど、その辺よく聞き込んでですね、マスターしてください。例えば最初の feel like feel like feel like living into the floor feel like、 ここも言いづらいよね、英語ですしね。あと歌の中でもですね、すごいバウンディさんならではの何も見えないふりをしていた悲しみが、この、なんていうのか、上がったり下がったり、これ絶妙なラインなんですよ。ここがかっこいいんだけど、ちょっと掴むのにね、聞き込みが必要だと思います。しっかり聞き込んでかっこいいバージョンやっていきましょう。じゃあかっこいいバージョンで出てくるコード2個追加でございます。1個はね、Bm7-5。これはね、最近よく出てくる。2つの押さえ方説明すると、Dm を押さえといて、小指で1弦の2フレット。Dm に小指の 1フレット。こうね。はい。もう1個は、G7 押さえといて、親指で4弦の2フレット。これでもいいです。つまり押さえる場所は、こことこことこことここってことですね。はい。G7 押さえて親指か、Dm 押さえて小指かって考えるといいです。ウクレレ持つ位置が低い人は G7 押さえて親指。ウクレレ持つ位置が高い人は Dm 押さえて小指がおすすめでございます。これ、いい響きなんですよ。これがもうたまらない、いい響き。はい。あともう一個のコードは G シャープ欲しい。今日これが結構ポイント。押さえる場所は、1弦の3フレットと2弦の4フレットと3弦の3フレット。こうやって押さえたり、こうやって押さえたりしてます。ガズはこうやって押さえ、どっちでもいいです。音はこんな感じ。はい。ちなみにこの星がつくコードネームはですね、ガズレレオリジナルのコード表記なんて他のミュージシャンにね、ガズレレ知らない人に言っても何それってなっちゃいますからね。わかりやすいように、こういうことだっていうか、勝手に命名しているのがこの G シャープ星ですから。はい。よく出てくるんですよ。この G シャープ星と A シャープ星ってやつが。今日はこの G シャープ星ってやつが出てきますよということでございます。この二つのコードを使って、さらにかっこよくしていきましょう。で、リズム。今日はこのね、リズムがもうひっくり返るリズムです。今日出てくるリズムはこちらです。ドーン。16ビートのチャと裏拍16ビートのチャ、
この裏拍16ビートのチャットやつがやばいんです。あとはカッティング。あとね、一瞬ですけど、ほんのり16ビートも登場させようかなという、結構盛りだくさん。で、リズムは跳ね跳ねのシャッフルビートですからね。はい。今映ってるのは、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードしてるんで、ちょっとわかんないなという方はそれで見てもらいたいんですけど、今日はわかんないどころかもうめちゃめちゃハイパーリズムですから、今日はもうすごいですよ。基本的にはどんなリズムか。この裏拍の16ビートのチャ、カッティングが混ざってるやつなんですけど、これちょっとやってみますと C で弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー。かっこいいでしょ？ワン、ん、チカン、ツタン、ダ、チェケチェケツ。これ裏で入ってくるからガズレレではこの裏拍の16ビートのチャって言ってるんですけど、これはですね、この動画を見ないともわからないです。この動画めちゃくちゃいい解説してる動画があるんですよ。これの、パターン2の動画ってことになると思うんですけど、裏で来るビート、これ概要欄に貼っておくんで、これを見ないとダメですよ。まず C で練習してみると、ワン、ツー、スリー、フォー、チクタッツタッツタンダチャカタカですからね。ツツタツチャカツクタンダチャカタカ。かっこいいけど難しい。これはですね、もうさっきの今映したこれで、もう練習してもらいたいんですけど、これちょっと、で、しかも、ワンブロックコード4つっていうのが出てきます。これイントロの feel like, feel like ってところを出すと、C で G7, 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 E7 ですよ。で、この裏拍の16ビートでこれをやります。1, 2, 3, 4, feel like, feel like, feel like, living into the floor. こんな感じです。最初の C は、G7 こんな感じでタイミング変わります。その後も G7 はい FFFG7 このタイミングです。ちょっとこのコード進行を練習していきましょう。こんな感じですよ。これは深い。最初に、ツッタン、ツッタン、ツッタン。こんな感じです。ちょっとこのカッティング、裏拍の16ビートじゃ、これ見てください。ツッツダツ、タカツク、タンダ、タカツクですからね。ちょっと練習しようか。せーの、ツクタカチタツクタンダ、タカタカツクタカチタツクタンダ、タカチカツクタカチタツク。バツはカッティング、丸は引く、星はチャです。伸ばすは伸ばす。これはもうとにかく練習してもらうしかない。さっき言うとしたらこれもめちゃくちゃ見てください。概要欄に貼ってあるね。これがほぼほぼあのメインになりますから。はい。で、これで歌っていきます。ま、もう何も見えないふりをしていた。悲しみが見えすぎたから。こんな感じですよ。いやー、これしかもリズムがね、跳ねてるリズム、シャッフルですからね。せーの、もう何も見えないふりをしていた。このファンキービート、やばい。これで歌っていくんですよ。これ弾くだけだって難しいのに歌うっつうんだから、まあこれひっくり返っちゃうよってことなんですけど、それと16ビートのチャが混ざってんですね。B メロのなくしたことでのとこは、なくしたことで流れ着いた。で、こんな感じでいきます。で、その後、何よりも本当のこと、ダーダーで止まる。G シャープ星、ダーダー。僕らは、サビに入っていきますと。はい。どんどん、あの、今、レッスンも進んでいきますけど。だから、裏拍の16ビートと普通の通常の16ビートの、チャなんですけど、こっちもかなりファンキービートなんですね。あ、だからどっちにしても、この、今映してたこれ、2つの弾き方が解説されてるんですけど、めちゃくちゃ跳ねてるファンキービートの16ビートのチャの弾き方ですから、2つ、1のパターン、2のパターン、両方出てくる。今日これぜひ見てください。概要欄に貼っとくやつね。で、またサビでは同じ、イントロとエメルと同じで、僕らは、こうして、どこにも、見せない。こんな感じになる。いやー、これがね、気持ちがいいんだけど、まずできるの難しい。リズム弾くだけでも結構難しいと思う。はい。ほんでですね、で、feel like, feel like って、で、途中ブリッジパート、日を浴びてのところちょっとやってみると、日を浴びて、さあ、Bm7、強な、G シャープ星、花のように、心で踊る。
も体に任せて、はい、この G シャープをして、ダーダっていうのはさっきのですね、B メロの一番最後と同じですね、G シャープをして、ダーダって止まってサビに戻っていくんですけど、今 A マイナーのワンブロックだけ16ビートでちょっとね、こうふんわりさせたいんですよね。ちょっとブリッジパートの後半、花のようにこれ踊るように、もう体に任せて僕らは、とサビに入っていきますと。ここがちょっと A マイナー一瞬、ワンブロックだけ16ビートでサワサワサワ。もう体にもこれをここでメリハリつけていきましょうということでございますね。はい。で、ちなみにブリッジバードのところは普通の16ビートのチャンス、今聞いてもらって分かったと思うけど、最後のエンディングも、この G7、コード変わって同じ裏拍で16ビートのチャでエンディングになっていくと。で、一番最後のところちょっとやってみようかな。ダカダカって止まる。ダカダカって最後止まって C で。こんな感じになっております。いや、説明するとね、これ一瞬なんですけど、今日はとにかくこのリズムキープと、このファンキーグルーブの跳ねたリズムの中で裏拍、スタッタッタンドチカチカ。これが難しい。しかもこの裏拍なのにワンブロックコード4つ、スタッタッタンドン、タンタッタッタン、タンタタンドン。はい。ぜひぜひ、これはもうね、練習しかもうないです。体大きいリズムで練習してくださいよ。このグルーブで歌う。いやー、もうすごいことになりますから。でも楽しい。嬉しい。これできるようになったらめちゃくちゃ嬉しいですよ。このもうパワフルソングですから。もう体でこうグルーブを生み出して、生きてみましょう。歌詞の世界観とかミュージックビデオとか、それこそこのザ・ファーストテイクがきっかけらしいですからね。ファーストテイクの3人のね、演奏も素晴らしい。ぜひ皆さん、その映像と一緒にね、こうフィックスして、自分もそこに混ざる感じで演奏してみるといいと思います。さあ、それではやっていきましょう。面影、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3,4。やってみました。いやー、これはですね、かっこよくてもめちゃくちゃファンキーでソウルフルでグルービーですげー最高な曲なんですけど、簡単じゃないですよ。まあ、時間かけてこのグルーブをつかめるとですね、なかなか楽しいと思いますね。じっくり時間かけて取り組んでいってください。さあ、さっきも言いましたけど、例えば G ラボのウクレレたち大好評で販売予約受付期間真っ最中です。 G ラボ祭りの期間中ですので、特価商品もあります。ぜひ概要欄見て最強最高のウクレレチェックしてみてください。あと G
GGD、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、主婦の友社から4月26日に発売。これの予約と出版記念イベント無料ですからね、東京目黒で5月11日開催。ぜひこっちの、予約もですね、受けたまわってます。概要欄チェックしてみてください。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方は、レビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで、見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとか、キャップだとか、T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから。鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。